ス舐めてたんだよね。舐めてた、うん、三冠王のバースを、うん、後に54本につながる第一号、初めの一歩よ。じゃあ牧さんが火つけたんですね。そう、初めの一歩いや、やられた、これ何をやってんだこれと思って変化球投げたらめっちゃフォーム緩んでるわけ、はい、最後槙原さんが来たからには聞かなきゃいけない、うん、もうこのネタで何年も食ってるという、うん、ところもあると思うんですよ、うん、あの3連発、はい、さっき出ましたけども、うん、正確には柿岡さんに聞いた時はいや俺のバックスクリーンじゃないよって言ったけど、うん、ちょっと左なんですよね、うん、でもバックスクリーンフェードかかってたんですよ。そう、フェード間違いね、うん、気分よく打たれちゃった感じですか。そうだね、でも俺もあの時バース舐めてたんだよね。舐めてた、うん、三冠王のバースを、うん、そうそう、だって打率調子悪くて、うん、ミーティングあるじゃん、うんうん、バースはあの4月からちょっと成績悪いんで、うん、あの寝かしとけと、うん、ね、打たないから、はい、寝かしとけと、オープン戦からもあまり良くないからって言われてた、うん、1割7分かもっと打ってなかったわけ、はいはいはい、で あれが第1号、あれが1号が、あれが第1号、後に54本につながる第1号、初めの一歩よ。じゃあ牧さんが火つけたんですね。そう、初めの一歩岡田さんも影さんもそんなにこういいわけじゃなかったけど、うんうん、なんか雰囲気は感じてたって言ってた、うん、今年の打線はあった、結局後に2発打線に変身するわけですから、まあまあ真由美さんも投げてた、その時まだ投げてる、ま、公式戦は投げてる、オープン戦でバースさんと影尾さんは投げたことあるんです、うん、真由美さんは何回も現役、真由美、岡田、この両名はたくさん投げたんですけども、掛布バースはオープン戦だけ1回だけ投げたのかな。僕はあの年に、股関節骨折しまして、あのシーズン途中でもう僕いなくなるんですよ、うんうん、だから病院の中であの阪神の優勝を見届けたんですよ。あのゲイルが最後ピッチャーゴロ取ったやつね。39年前の時に、うんうんうん、ああ俺が火をつけたんだよなこの打線と思いながら見てたっていうのはあるんですけどね、うん、諦めない男比江島慎、国際大会で負け続けた数10、勝ち続けたいから努力をする、諦めない男はかっこいい、チャップアップシャンプー。じゃああれ球種はバースはもバースがね、僕はその前の打席にシュート、うん、シュート投げたことなかったんです、うん、本当に。でもやっぱピッチャーって投げたいじゃん。投げたい投げたいです。シュートみたいなちょっと指にこうずらして投げたら、はい、ちょっとだけ落ちてゲッツー取れたの。セカンドゴロゲッツー、最高じゃないですかそれ。だから7回同じシチュエーション来たから、うん、ボタン落とせばいいやと思ってピャッて投げたら本当落ちないでスーッと真ん中に行ったガバーンとホームラン行った時に、ああこれ行かれたと思って、でサインまっすぐだったから申し訳ないなと。あ、自分でやったんですね。自分でやった、小細工を。小細工しちゃった。その前の打席も小細工自分でやったから、あ、自分でちょっとまあ今でいうカットボールの逆バンジョンのようなのね。でも山倉さんが開幕で怪我して佐野さん、うん、はいはいはい、がキャッチャーだった、うんうん、佐野さんはねそんな怒る人じゃないと、うんうん、山倉さんだったら多分怒られるから。あ、そうなんだ。こんな球投げたらね、自分でこうやったりするとちゃんと投げろって怒られそうじゃない。だからそういう気の緩みも含めてそれでこう打たれていや、やられた、これ何をやってんだこれと思って、お客さんにまっすぐ投げていくわけですよ、これね、はいはい、もうやっぱりまっすぐだって打たれねえだろうと思っていくじゃない、はい、シュート投げたからダメだろう、はいはいはい、まっすぐ見物の見事なホームラン打たれてあれも綺麗。いやでもこれまっすぐだけじゃダメだぞと思って、うん、変化球投げたらめっちゃフォーム緩んでるわけ、はい、フォーム緩んでるから岡田さんが変化球だと思ったっつってガバッと踏み込んでバックスクリーン、でもライナーで行ったから、あの岡田さんの方が一番綺麗だったですね。岡田さん未だに言うよ、俺の方が一番いいやったりだった。いや、あれはね、あのゴルフでいう3番アイアンだったんですよ。そう、3番アイアンのショットだったですね、あれ。でも和田が打ったのあのバックスクリーン甲子園で打ったやつ、あれがやばいでしょ。あれ多分歴代最高でしょ。あれすごいじゃん、あれ下手したら本当にショートジャンプしてるよね。で、あれ藤川球児のボールを上から入んだと言ったらパーンってね、そのまま行ったって。あれよりは岡田さんの高かったけど、岡田さんは高かったけども、でも岡田さんはすげえ気持ちよかった。いやあれは同じようなと、バラベンちゃんのは、ベンちゃんのやつ、あ、しかも低めですよあれ、はんって言ったらあれすごい、なんかもうトップスピンかかってうわーって、YouTube であるよね。あれ俺見て、まだベンちゃんすげえな、さすがにゴルフ飛ぶの分かるわと思って。あれは多分今までの一番ホームランで、一番やばいホームランだよね。いやあれはマシンでね。高めのボールを叩いたんじゃないですか、低めですからね。俺たまにゴルフ場であれあるんだけど、あれトップなんだよ。シーンってそのままいけちゃう。ベンちゃんがちゃんとスピンかかってシューッ、すごかったですね、あれ。あ
そこまではいかなかったけど、岡田さんのホームランの時にはもう、いや、あれも綺麗な打球だった。頭の中はもう後悔しかなかったね。いや、その俺は全部3人に違う球種をやられたんですね。そうだね、頭の中ではいろいろとやっぱり変化球投げて失敗したとか、やっぱりまっすぐだろお前はと思って、いやでもまっすぐだけじゃこの世界ダメだよなと思って変化球投げたっていう三者三様があったんですけど、本当大変だったな。で順番に悪いようにやられてたんですね。悪いようにやられて、まあでもあの話題って何かとタイガースが強いだけで出てくるでしょ。そうだから今年またクローズアップされたじゃないですか、うん、はいはい、日本一になった時があの年なわけだから、うんうん、去年が久々のあれで、うん、やっぱりここから伝説始まったって、あそこから始まるわけだから、マキラさんの VTR がね、まだ背番号54番の時ですよね、うん、50番トリオの、うん、あ50番トリオが吉村さん、駒田さん、岡崎さん、岡崎さん、いやトリオだから俺だから、そうですよね、うん、50番トリオ、そうで岡崎さんが後に出てきた、ただ他の人たちも50番台の人結構いたんで、うんうん、50番トリオって有名だったんですよね、そうそう、50番クオンテッドだとか、クオンテッド、はいはいはい、5、6人いた時もあったんで、マキさんがね、やっぱね、あの54も愛着あったんでしょうけど、やっぱ17にすごく愛着を感じるのがね、マキさんの車のナンバーがいつもね、117なんですよ。そうなんですよ、足すとね、9になるんですよ。これ ね、 あれね、カジノの業界では9が一番いい。僕ね、なんでかって言ったら、僕前ね、東京にちょっと家がある時あって、槙原さん家の家近く住んでて、球場に行く時、いつも槙原さんの家の前を通るんです、うん、必ず通って通ってたんで、そうそうそう、あとマキさん、あ、いるかなとかね、夜帰ってくると、あ、電気ついてるとか、たまに学校のあの不警戒であったりするもん、ね、そう、そう目立つんだ、でかいから、そうなんですよ、結構、2人結構そういう設定があったんです、でもそんなに甘さとかいうタイプでもなかったし、そうなんです、お互い現役同士だったからあれだったけど、まあ、あったらね、ご挨拶ぐらいは当然、うん、運転しますけど、うん、マキさんの車が2軍調整中に読売ランドから帰ってくるとこ、僕歩いてたら、あ、17の車、あ、マークさんだってね、うん、17番にしとくと、やっぱりいろいろとほら、分かりやすいじゃん、はい、34番はしなかったでしょ、だから僕も134なんですよ、そうだよね、なんか一つ足すんだよね、じゃあ僕、マゲラさんのあのナンバー見て、うん、あ、俺もそうしようと思って、うん、僕も1134か134しかつけたことないです、はいはいはい、そうそうそうなんだ、はい、ディーノもディーノは34にしました、もう。でもディーノはね、奇跡がなんですけど、前のオーナーが34番だったんです、たまたま番号が、だ前のナンバーつけたままなんです、僕前のオーナー、でも3月4日生まれだなと思う、そうそうかもしれないです、はい、奇跡でしょ、だまあ僕のところに来る運命だったんですよ、ディーノは30の番号僕そのままつけたんです、あ、これでいいよって、いやでもディーノの話勝手に俺ら今喋り出しちゃったけど、うん、ディーノ分かってる、あ、そうか、山本チャンネルだからディーノ分かってるわ、あの前ね、川口学さんって人を乗っけて名古屋でドライブしました、はい、カーなんとか TV だよね、なんだっけ、ラブカーズ TV、 あ、そうだ、ラブカーズ TV だ、うん、ラブカーズ TV の川口学です、はい、それでよく始まった、俺も結構見てんだ、あれもともと川口学さんのゲストで来たのが僕なんですよ、おじさんだけどっていうのはもともと前園さんとかがされてて、はい、それで川口学さんのメインの僕がゲストで来て、うん、それで2人で奪ったんじゃないですけど、川口さんより僕の方が忙しくないのかな、こっち僕がすぐできるようになっちゃう、彼はほら新しい車が出たらこれまた乗ってどうだこうだとかって、そう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 、いろいろ企業案件がいっぱいあるんじゃないか、いやだから今日もこれで今日も来てないんですけど、うん、まあでも本当企業案件だよあれ絶対ね、うん、でも川口さん知っておくといいですよ、本当ですか、はい、それで言うと、うん、おじさんでも遊んでもいいですかっていうチャンネル、うん、はいはいはい、まあ、よく、うん、遊びがテーマなんですよ、いやいや本当に今度お二人で何かやってみて遊びとかないですか、体重も同じぐらいなんでカート行く、カートだったらいい、あの半ではないよね、そうなんですよ、体重的なものはね、やっぱ伸びが違うんですよ絶対ね、軽いやつはブワー行くから、ね、早いですもんね、うん、だからマキさんと僕だったら同じぐらいの体重なんで多分90キロちょっとでもベタ踏みでいけるわけでしょ、そうです、もう行くんでしょ、僕はもうほらラジコンでライン取りしてるんで、ああそうか、ライン取りで多分色がこう黒くなってるから俺らもこう走るんだろうなってやってるだけであって、はい、ライン取りしてるちゃんとあるわけでしょ、あるんですよ、だから僕そこ知ってるので、多分マキさん90キロちょっとだと思うんで、僕もそんなもんですから、それとかはでもゴルフはね、マキさん、まあ、俺も下手なんだよ、そうそう、僕ら2人あのそんマキさんがうまいって話もあんま聞かないんですけど、好きだって話は聞いてるんですけど、そう嫌いじゃないけど、あともう飛ばなくもなってきてるから、はい、いつ辞めるのってみんなに言われる、逆にだから俺は辞めないって、世代を超えていろんな人たちとの会話ができたり人との出会いっていうのはモテるスポーツそんなないんで、僕最近また頑張ってるんです、いいね、引退してね8年6年で5回しかしなかったんですけど、うん、
去年ぐらいからちょっと頑張り始めて、よしやろうと思って。絶対に遊ぶチャンネルとしてはゴルフは、そうです。僕ね、最近ね、練習場行って打ってるんですよ、いつも。だからまさか、とりあえずこれ突き詰めていくと自分でクラブ削るようになったりして、そういうことになるんですよ、ね、そうなっていくと面白いよね、はい、昨日300発打ってきたんですよ、練習場で、ね、今朝足がつったんですよ、あたーって、まあ、やっぱりおじさんだなーなんてね、まあ、まあ、いいよ、いろんなやっぱりことトライできるし、だからちゃんとこういうチャンネル来るわけであってね、いいじゃない。マキさん、本当なんかやる機会だったらご一緒して、はい、マキさんのチャンネルも一緒に来て、うん、合同でやってもいいですし、はい、うちはもうゴルフとかも絡めたりいろいろやりたいなって言ってるんで、うん、車用意してもらったら筑波サーキットで一緒に走るとかね、はい、最高じゃないですか。僕サーキット走行したことない。俺さ、本当車がさ好きなんだけど目が悪いからさ、運転がちょっとね怖いんだよな。メガネしてもダメですか。メガネしたら夜はメガネしてます。ですよね。でもサーキットでメガネしてるとね、こうこれもするんでしょ。ヘルメット買うとこれ開ければいいですよ。これ閉めちゃうとね、だから僕ゴルフやってて、ゴルフにねサングラスしながらやってる人いるでしょ。あ、俺もう意味わかんない。意味わかんない。ボール見えないよね。見えない見えない。裸眼で見ないと。あ、撮るとめっちゃ爽快感になる、ね。そうでしょ。だから僕もメガネしてゴルフやったりラジコンする人。見えないじゃん、細かくっていう風に、うん、だから絶対しないんですよ。でも CM 来ないし、あの企業案件も来ないよメガネのあれ来ないよ。それはしょうがない、そういうところでね、マグレさんと楽しくお話をしてきました。すいません、あの、はい、いやでもね、こういうのが喜ばれるんで。あ、本当ですか、はい、本当に遊んでるな、二人で感じがするんでね、またぜひチャンスがあって、いや、うちのチャンネルも来ていただきました、はいはい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。